Mental Report Presents。コペリニクスのコペです。ルニです。本日はスペシャリスト。男の談話室スペシャル。イエーイ。何がスペシャルなんですか。いや恒例なんですよ、はい、別に理由はないんですけどね。ここに席が空いてますからね。今日はね、はい、本日はね素敵なゲストを呼んでおりますので、ね、お呼びでも素敵な方がねいらっしゃってます、はい、弁体評論家のルスナさんです。いやヤッホールスナです。こんにちは、お邪魔いたします。飛ばしてますね。飛ばしてますよ。最近はどのような生活をなさっているんでしょうか。ですね、某家庭事情がちょっと収まりまして、はい、それでまたちょっとおじさんたちとのお付き合いも少々始まりの。おじさんたちお盛んでございますね、相変わらず。でまた若い方もちょっと育てなんて感じでしょうかね。僕らは範囲に入ってるんでしょうかね。十分入ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、弁体のアーティストを、ねはいはい、鋭く評論していただきたい。ぶった切る、ぶった切る、さっき言ってましたよ。そうでしたっけ。いやー記憶ないな。一つよろしく、はい、じゃあ早速ぶった切ってもらいましょう。ぶった切ってもらいましょう、はい、まずはルイちゃん、誰から行きましょうか。まだかテルコ。先日ですね、はい、都内某所ですね、PV を撮って撮りましたね。なんつってもカメラマンがあのカナンカナンですね。もう本当に、ね、もうほとんどめちゃくちゃになりましたけどね。そう、いやまずカメラを向かないマガタテルコですから大変ですよ、これ撮るの。もう大変だったね。目線が合わない。そうそうそう、なあ難しいね。コペちゃん10年ぐらいかかりました、ね、見ていただくの。そう、はい、あらそう、それで、PV 撮った相手なかなか素敵な曲なんですけれども、ね、一番僕らが心配してるのは彼女の、まあ、ここ1、2年先の、まあ、未来像、未来像についてね。どうなんでしょう、どうなんでしょう。弁体の中ではお声はすごく好きな部類、うん、はい、素敵なお声だと思っています、いつも、はいはい、それで、去年ほら某有楽町あたりのイベント、はいはい、お国のイベントあったじゃないですか。お国のイベントね、出身地のね。そうですね、はいはい、あれも出ていただいて、はい、結構皆さんおじさんたちは熱い目線をしていたようなちらほらと私は記憶してますね。じゃあアダルト向けってことですかね。やっぱりアダルトかなって思いますね。じゃあもしも、万が一ですね、アダルト向けたおじさん相手は嫌だなと言ったらどうしますか、ね、やっぱりもうあれ軌道修正しましょう。ムーディーなちょっとノスタルジックなサンバっぽい感じ。サンバ、うん、いや裸になれとは言わないよ、言わないけどちょっとそんなのもいいかななんて。ルスナさんはどうですか。あ、いやそれはない。20年若かったから もし彼女がノーと言ったらどうしましょうか。ノーって言ったら、うん、ちょっとひとまずお国の皆さんにお土産を持って帰るのもちょっといいかなと、はい、で向こうでお土産なんかしていただいて、あ、めでたく、やっぱりね、それも素敵な女の幸せでしょう。あ、そうなんだ。そこ違いに落ち着きます。同じ30代の元アイドルの田口ゆりちゃん、はい、ので最近ですね、ちょっとイベント絡みでちょっと歌謡曲とかですよ、ね、そういう方向にちょっと行っちゃってるんですけど、うん、ファンの方からですね、うん、だいぶクレームがこう来て、ゆりちゃんに何するんだみたいな、その類ね、はい、でも私ね、彼女のあのデュエット、はい、某所のデュエット、はいはいはい、あれね、そうそうそう、はいはい、あれとっても素敵だったし、このいい感じじゃないですか、この踊りが誰がつけたかわかんないから、あ、そうですね、うん、はい、あれもとっても良かったし、私、うん、いいと思うんだけどな。でもいや問題はですね、その、うん、コアなファンの方がですね、そうね、歌謡曲はないんじゃないかっていうアイドル、永遠のアイドルにいてほしいということ。でも歌謡曲って元アイドルっていうの結構あるじゃないですか、今には。ありますよ。ありますよ、やっぱり。元アイドル路線はこのまま行っちゃっていいってことですよね。元アイドル、アイドルが歌謡曲も歌える。それも素敵だと思いますよ。元アイドルが歌謡曲を歌って、その次は、その次はどうしようかね。いい加減だ、これだから。この、だめやすい。歌謡曲まで行きましたから。菊池常俊さんですね。実はですね、今アルバムを、ね、そうですね、大人向けのアルバム、あ、大人向け、うん、でコンセプトは、ね、はい、逆七光、逆七光、逆七光、ね、はい、
ない、息子さんを愚痴ちねっとしていえば息子、そうですよね。でも今逆ナナはいっぱいあるじゃないですか。歌舞伎界も逆ナナだらけ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 、うん、だからこれ逆ナナは上手に利用する。流行りといえば流行りですね。流行りといえば流行りですよ、逆ナナは。じゃあコンセプトすら間違いは間違いじゃないですよ。だから、うん、やっぱりあの息子がブレイクしたおかげで親父がブレイクってないことではないんじゃないでしょうか。世界初かもしれない。いいと思います。じゃあ菊池一年としと息子の、うんムード歌謡それはね、ムード歌謡、うん、でもちょっと菊池さんも一緒にやるっていうのも悪くないんじゃないですかね。息子が似合う、もしかして。いやどうなんですか ね、 ね、本人あのよろしくって言ってるだけですから。そうですか、ね、うん、昔かちょっとちょっとやりきれないですね。やりきれない、ね、でもほら昔を決めつけてどう、ジャニーズの人たちもちょっと、うん、手なずけたことあったんじゃないの。ああ そ、 う、ね、その記憶をちょっと呼び起こして、呼び起こしてちょっと息子呼んでみる。呼んでみましょう。呼んでみましょうよ。いきなりアクセス数増えますね。いいと思います。菊池くんに、菊池すねとしたにバク転を、あ、ね、バク転を練習してもらって、無理だと思いますけれどもね。はい、津軽三味線の岡田治さん、岡田彼もですね、あのアルバムを、まあ、なんか人生最後のアルバムになるかもしれない。そうですか、津軽三味線そうなんですか、最後ラストアルバム、ラストアルバムです。本人がそうおっしゃってるの。だからあのデビュー曲の火の鳥っていう、うん、あの大曲なんですけど、そうです、ね、それのねリメイクもしたりなんかして。あ、リメイクだよですね。いよいよラストアルバムですね。リスナーさんもほらあの、ウクレレからがやってるじゃないですか。同じ弦楽器の立場としてですね、なんかアドバイスがあった。三味線はね、いろんなのとコラボするっていうのが一時期流行りましたよね、はい、吉田兄弟とか、はい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 、ね、吾妻さんとかいたじゃないですか、はいはい、クロスオーバーです、ね、うん、クロスオーバー、その線を弁体の中でやるってどうです岡田さんとじゃあ緑猫ちゃんとか。あ、そういう感じです。あ、でもそれは真面目な話、真面目な話、悪くないですよ、そういうことって。はい、ありがとうございます。そう思います。はい。はい、TBS ラジオ交通キャスターの穴見京子です。男の談話室。どうやら話が渋滞しているようです。どうか皆様、引き続き気をつけてご覧ください。穴見京子でした。TBS の交通情報の天海京子、実はです、天海さん、あの皆様あのこれあのここに出ておりますけれども、5月25日それから6月8日にですね、朗読の会がありますので、あの一つ皆様あのベンタインレコードの方までお問い合わせいただいてですね、ぜひ来てください。行ってみる、行ってみるどうでしょうか。もうあれでしょ、問い合わせ殺到でしょ。ちょっと殺到してますね。そうそう思いますよ。もうね、彼女美人だからですかね。うん、いや、前回もね。僕はあの声にやられちゃったんですけど。ああ素敵。まあ今日本人いないですから。まあね。今頃どこで何をしているのか。でもやっぱり彼女は、まあ、モテるんです。モテると思いますよ。あの意外と年齢もいろいろな声ってさ、うん、意外とあのね。若い人にも、ね、ちょっとお年寄りにもいろんな方にも大丈夫なんじゃないでしょうか。だから結構いろんな方にあの来ていただけるような気配が。本当に彼女はもう本当に彼女は自身はもう渋滞はありえません。そうですね、はい、終わってまいります。はい、何のコメントもいらないね。ホニャヒョワとか言ってますからね。そうそう、ギヨンモーとか言ってますよ。そうですね、うん、私ね、電車で一緒に帰ったことあるんですよ、彼女と、うん、でもあのなぜ背が高いので、はい、こう上から声が降ってくる、そうそう、ふわーっと包まれるような感じ、留守がさみたいな感じなんですよ。素敵ですよね、でも本当に素敵、うん、あの行っちゃった感じの目がすごくいいですね。いいですよね、うん、それで、うん、まあ可愛い子はそんなに芸はないだろう、いやいや踏んでたら、うん、歌がこの間の例のやつでしょ。そう
声色ができるっていう。そう、一人で300、400やっちゃうんだ。素敵でしたよね。一人で声優さん全部番組に向かないじゃん。連帯を背負って立つ。今日来るって言ってましたけど、なんか訳あって。そうですか、まあ。テレビじゃ留守な的、はい、未来像。いや、もう彼女はいろんなことできますよ。できます。うん、声の幅も広いですし、何しろあの譜面がきちっと読める。もうやります。ほら、譜面読めないシンガーもいっぱいいる。そうですよね。うん、ですから。水田さんのところで譜面は読めるんですか。読めますよ、一応ね。おたまじゃくしは読めますよ。読めます。はい、読めますよ。で、うん、あのアロハウェイとか。ああ、やりますよ。ちょっと時々ね。今日はやんないと結構です。今日はいいですか。一応持ってきましたけど。あ、持ってきたんですか。一応。いや、持ってきたわけ。一応こそまた次回にでも。かしわもちどうぞ。はい、どうもいただきます。はい。緑猫さん。ピアニストでございますかね。ですね。私に弟子入りしたのはいいんですけど、うん、弟子入りした瞬間に私を超えてる、ね、上手。雰囲気がありますよね、ピアノの雰囲気が。あの技術が上手というのもあるけれども、とても彼女のこう持ってるオーラを感じますよね。今ただいま、ね、うん、iTunes の方ですね、彼女 の、 あのリラクゼーションミュージックが買えるようになった、うん、またこちらになってますけどね、うん、ぜひ。いや、本当に彼女は素敵。素敵ですよね。素敵です。まあ、あとは、まあ、変な男がつかなければ。内田明アンド、まさやく。指導。これはね、一応ほら、サックス。今ね、指定ですもんね。そうですね。あの、まさやくん歌、うん、歌うのかと思ったらサックスを購入しました。内田明くんに習っておりますが、練習してるとこ見たことがない。あ、いましたよ。あ、見たの？で、アキラ君が来て、うん、簡単にできると思ってもらっちゃ困るんだよね。あの優しいアキラ君。アキラ君が厳しかったでしょ。楽器はやっぱりね、鍛錬ですよね。で、まさやくんはへへへとか言ってましたから。いや、こちらから見たあの二人っていつどこに、どこで何をしてるかわからないんですよ。だってサイパンまで行っちゃうからね。自分を探しに行く、サイパンにあるわけないでしょ。ね、自分探しってね。でも探して帰ってきたんですよね、うん、探せたってまだ会ってないの。私も会ってないんですけど、探せたのかな。探せたんでしょうね。探せたんだね。じゃあちょっとルスナチェックで。ですね。ルスナさんは自分はもうとっくの昔でも探しちゃってるわけですよ。あ、でもね、まだまだ、はい、あの人間死ぬまで探さなきゃいけないものいっぱいありますからね。今日はちょっと待ってみて。待ってみよ。最後にですね、はい、あのベンタイアーチストに一言、その、うん、総評なり、あの進路指導なり、人生のなんかうんちくを一つなんか、ね、やっぱりベンタインは30年続いてるっていうことが一つの宝、うん、宝。そこで、うん、出入りする人とつなぐ、これが一番大事なこと。じゃあ、あの皆さんで合唱しましょう。宝せーの、宝とつなぐですね。そうです。そういうことです、ね、うん、ということで、スペシャルアイドいかがでございましたでしょうか。でも今日はありがとうございます。ありがとうございます。すいません。頭持ち持って。はい、ありがとうございます。天海さんとどっか行っちゃってください。はい、天海さん、そこ。はい。